今回は走るのが一番速い恐竜スピードランキングトップ5について解説していきます。恐竜の走る速さは何で決まる？大きく分けると2つあるんだよ。それは体が軽いとスピードが出せるのと長い後ろ足を持っている恐竜が多いということだよ。なるほど。今回はそんな恐竜たちを解説していくんだね。そうだな。早速解説していくぜ。ゆっくりしていってね。5位デイノニクス。デイノニクスは、白亜紀前期の北アメリカに生息した有番目ドロマエオサウルス科の代表的な肉食恐竜。本種の命名に伴う論争が恐竜ルネッサンスとして世界的な変革を促した。発掘された化石から全長 3.5 メートル前後、体重100キログラム前後とされている。二足歩行で尾は細くうつぼや金作りだった。15センチに及ぶ格子の第二指の大きな鋭いカギ爪が特徴。半月状の手根骨をじっているため前肢の手首の可動範囲が他の恐竜よりも広かった。恐竜の中では大きな脳を持ち、高い知能を持ち合わせていた可能性がある。また集団で発掘されることが多いことから、群れを作り行動する凶暴な捕食者だったと考えられている。骨格から敏捷に動き回っていたと推測されている。デイノニクスは当時よく繁栄していたが、同地域同時代にはより巨大なアクロカントサウルスが生息していたため、デイノニクスは2番手とならざるを得なかった。また2011年にはクローバリー層からも基盤的なティラノサウルス類の歯が見つかっている。当時のティラノサウルス類はデイノニクスに近しい体格だったため、互いのニッチは被っていたことが予想される。最高時速は30、40キロでアフリカゾウが全力で走った速さに匹敵する。後ろ足のカギ爪は走る時の邪魔にならないように内側にしまうことができたんだ。4位ベロキラプトル。ベロキラプトルは、約8300万から約7000万年前の東アジアにあった大陸に生息していた小型肉食恐竜。獣脚類類に属す。化石はモンゴル、中国、ロシア東部からの2種が発見されている。体型はほっそりとしており、頭蓋骨は大きい。際立った特徴として格子に大きなカギ爪を備える。羽毛恐竜であったと考えられる。全長約 2.07 メートル、腰高約 0.5 メートル、推定体重最大15キログラム程度で、頭胴鏡におけるその大きさはおおよそ七面鏡程度、コヨーテ程度と表現される。体格は小さく体型はほっそりとしており、頭蓋骨は他に比してかなり大きい。ベロキラプトルの名は、1993年製作のアメリカ映画ジュラシックパークで一般にも広く知られるようになった。しかし、原作である小説で知恵の利く厄介な生き物として描かれている小型恐竜ラプトルのモデルが記述内容から判断してベロキラプトルモンゴリエンシスであるのに対して、映画でモデルとされたのはデイノニクスであった。最高時速は40、50キロで、アスリートのウサインボルト氏と同じくらい、素早い上に群れで狩りをする優秀なハンター。3位シノサウロプテリクス。シノサウロプテリクスは、中生代白亜紀前期に生息した体長約1メートルの小型の羽毛恐竜である。中国の表記は中華竜鳥、日本でも漢字表記される場合がある。1996年に恐竜としては初めて羽毛が化石化した状態で発見された。そのため、鳥類であると当初考えられ中華竜鳥と名付けられたが、羽毛といってもダウンのような綿毛か、あるいはさらに祖先的な、鳥のヒナに見られるような皮膚表面のケラチン質が浸透したチューブ状構造物であるとされる。ノコギリ状の歯を持ち、小動物や昆虫等を捕食していたと考えられる。これまでに発見された獣脚類の中で、全長に対する尾の長さが最も長い。最近の研究により、今まで羽毛であると思われた化石表面の痕跡は、羽毛ではなくケラチン状の皮膚であるとの発表がなされた。体長約130センチと小柄なんだけど、軽い体を活かして高速で移動していた。長い尻尾は走る時に身体のバランスを取るのに役立ったんだ。最高時速は50、60キロ。2位オルニトミムス。オルニトミムスは、白亜紀後期マーストリヒト期に、現在の北米大陸に生息していた、オルニトミムス属に含まれる飛鳥類型獣脚類の恐竜の総称である。
一般にダチョウ恐竜とも形容されるオルニトミムス科を代表する恐竜で、2本指の足、細長い腕、長い首、鳥のような頭で特徴づけられる。ダチョウに似た姿で同様に足が速かったとされる。全長は約 3.5 メートル。オルニトミムス類の中でも最も早く記載された属であるが、生息年代はグループの中でも最後期にあたる。グループの名称の元になった属であるが、化石資料はストルケオミムスの方が豊富であり、オルニトミムス類として知られる特徴はこちらによるところが大きい。肉食恐竜からなる獣脚類でありながら口には歯がなく、くちばし状であった。そのため食性が不明であったが、長年はおそらく小動物を丸飲みにしていたのだろうと考えられてきた。原生の水鳥のように植物をすき取って食べる植物食の恐竜であった可能性がある。他のオルニトミムス科との相違点としては非常に細く、まっすぐな手と足の指、およびほぼ同じ長さの中歯骨と歯骨がある。特にナマケモノに似た手は特徴的で、かつて古生物学者オズボーンはこれは食事の際に枝を引っ掛けるためではないかと指摘していた。最高時速は60、80キロで、競走馬並みなんだすらりとした足と長い首が特徴だ。1位ガリミムス。ガリミムスは、獣脚類恐竜の一種。学名の意味は鶏もどきでダチョウ恐竜として知られるオルニトミムス科の一つであり、全長は4から6メートル、推定体重440キログラムと、このグループではデイノケイルスを除いて最大の種である。中生代白亜紀後期のゴビ砂漠に生息していた。ゴビ砂漠の恐竜としては、プロトケラトプスやベロキラプトルと並んで有名なもので、幼体から成体の全身の骨格やその一部などを含め、少なくとも化石が40から87体以上、その中から保存状態の良い完全な骨格が3体分発見されている。オルニトミムス類では最も詳しく調べられており、骨格の作りから、現代のダチュウのようで、チーター並みの速度で走ることができたと推測され、最速の恐竜の一つであったと考えられている。細長い首と足、尻尾を持っていた。明らかに獣脚類であるが、歯がなくくちばしになっており、他の種類と違って腕代わりと短いなどといったことでその食性には未だに謎が多い。しかしながら、2001年にゴビ砂漠で発見された数体分の化石の中から、くちばしに串に似たフィルターを持っていた可能性が示唆され、これを使って原生のフラミンゴのようにろ過食を行っていたのではないかという推測が提示された。最高時速は60、100キロで、これは高速道路を走る車と同じ速さ。膝から下が長いことが瞬速の証拠なんだ。おまけ。肉食恐竜で足の速い恐竜。スピノサウルス。スピノサウルスは、後期白亜紀セノマニアン期のアフリカ大陸に生息していたスピノサウルス科の恐竜の属。化石はエジプト、ニジェール、モロッコのほか、リビアなど北アフリカで産出している。推定全長は約10、18メートル。推定体重は約6、9トンであるが、化石が不完全なためこの推定値も確かなものではない。ワニに類似する細長い吻部や、表面に縦シワの走る円錐形の歯、頭頂部の小型の景観、高さ2メートル近くに達する椎骨の神経トゲが特徴に挙げられる。細長い吻部は水の抵抗の軽減、円錐形の歯は魚食性への適応とみられ、主に魚を食べていたと考えられている。エイの仲間であるオンコプリスケスの化石との共産をもって魚食性の根拠とされることもある一方、これには否定的な見解もある。強大な腕、巨大な鍵爪を持ち時速40クムで走行するハンター。20世紀半ばのスピノサウルスはディメトロドンのような四足歩行で描かれることが多かった。1970年代半ばから、スピノサウルスは少なくとも一時的に四足歩行を行っていたと考えられるようになり、その背景には比較的頑強な前肢を持つバリオニクスの発見があった。いかがだったでしょうか。今回は走るのが一番速い恐竜スピードランキングトップ5について解説していきました。高評価とチャンネル登録をお願いいたします。コメントしていただければ嬉しいです。他にも様々な動画を出していますので見ていただければと思います。
作ってほしい動画等がありましたらコメント欄に書いていただければと思います。改善点でもありがたいです。それではまた。